Hey guys, welcome to Animal Zoo! はい、皆さん、こんにちは。アニマル動物園へようこそ。はい、ということで今日はまた自作ケージの方をね、作っていきましょう。今回は誰のケージをね、作っていくのかと言いますと、今ね、なんとまだプラケ、ちょっとね、ケージがなくて虫かごの中で飼育をしてるんで、まあ、体もちょっとでかくなってきて、もうとびっきりのね、QOL の高い幸せケージをね、もう自然環境完全に、再現するのが俺のモットーなので、まあ、その辺をね、やっていけたらと思います。誰かというと、はい、こちら、はい、ここにちょっと体が見えております。ヘビです。これは出すよ。こちらブラジルレインボーボア。はい、いいよ。めっちゃ気持ちいいわ、触ると。多湿系のね、結構、まあ、名前にブラジルってついてるけど、こう南米の、まあ、ジャングルの結構地表性って言って、まあ、地面こういうとヤシ殻の中にちょっと潜ってたけど、こういう落ち葉の下とかちょっと湿った流木の下とか、そういうところに自然界ではね、住んでるみたいです。この子めっちゃ可愛い。綺麗。でこいつのね、こうジャングルの床面をイメージしたようなかっこいいケージを作ってみたいなと思います。ここにあるのがカーペットパイソンっていうヘビの俺が作ったケージなんだけど、ここの上に今あんまり綺麗じゃないけど、まあ、ケージが2つあるんだけど、これにちょっと合うようなの、ここの上にね、作っていきます。楽しみだね。おー、かわいい。これでもちょっとでかくなりましたね。じゃあ Let's get on to it。はい、で今回も、まあ、前のと一緒、カーペットパイソンの自作ケージの動画はちょっと概要欄に貼っとくんで、そちら見てほしいんですが、まあ、コンパネ、コンクリートパネルを外枠にはね、使っていきます。ここにちょうどあるんだけど、まあ、前回と違う点はくり抜き、ちょっとね、こう中をくり抜いて外枠も作ろうかなと思います。なんで、まあ、それ言われてもちょっとよくわかんないと思うんで、完成したやつをドンとここに乗っけてね、説明をしていきましょう。あ、作り方はもう外枠は本当もうビスで止めるだけです。誰でもできる。くり抜きやってきましたよ。まあ、こういうこと。板をくり抜く。板をくり抜く。ちょっとね、これいいわ。初めてやったけどめっちゃ軽量化される。くり抜く、振り抜く、振り抜く、こんな感じです。じゃあこれを合体させます。はい、じゃあね、合体をさせました。めっちゃでかい。どんだけでかいかを見せてあげましょう。ちょっと入れてみましょう。5倍ぐらいかな。それこれからこれ、おったおった、あげてんだぜ。噛まれるよ、知らんよ、やばい。はい、邪魔。あっち行け、ルナちゃん。入れたらこんな感じです。まあ広い。まあこれをもっとめっちゃかっこよく自然環境を完全再現します。サッシャやめて。でもちょっと楽しんでる。でかすぎ、でかすぎ、笑った。 Too big。 いやでも1年ぐらいで普通にぴったりになるんで、今は確かにちょっとでかいけど、別に温度管理できてればでかくても何でも大丈夫。よくでかすぎとか言う人おるけど、関係ないです。そんなのは隠れ家とかがいっぱいあれば、別にヘビにとってはでかすぎっていうことはないです。じゃあね、噛まれるよ、知らんよ。で今回のケージはここがガラスが来て、あっち側もくり抜いてあるんで、左側もこう見えるような、この前作ったのとはまた違う仕様になってね、より中が観察しやすい、かっこいい感じになっていますので、乞うご期待。
んな感じになってます。いやこれもまあどっちみちかっこよくはなるんだけど、どうしようかなって感じですね。シルターどうしようかな。発泡ウレタンをしっかりと振って、床とかに手とか服とかについたら取れないね、そこもちゃんと防御してスプレーをかけていきます。口の面は結構つけることができましたと。これはね膨張します、倍ぐらいに。この緑のはね、はい、じゃあ乾くの待ちます。はいどうこんにちは、アリチンよ。はい、発泡ウレタン、いつもの光景がまた広がっております。こんな感じで土台がね作られましたよ。こっから、ま、削っていくんですが、ま、これツルツルなんでね、この上にモルタルを塗ると全然くっつかなくて、これを削っていきます。まあ、こんな感じで表面をこうザラ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 にするためにちょっとカッターナイフで削っていきます。どうこれ、まあ、地表製のねブラジルレインボーボアちゃんを入れるんで、まあ、隠れ家はこう下の方にある感じで作りました。入れるんだけど、まあ、シェルターっていうよりは割と穴は広いんで、まあ、アクセスは割と簡単にできる。これから見たらこんな感じ。ここには耐熱性のバーベキューネットをねタッカーでくっつけます。でここのでかいスペースを横風をするためにシェルターもね、ここもちょっと削って手とか入れて、まあ、メンテナンスだったりとかはしやすくするんだけど、まあ、まだうちの子ちっちゃいんでここを快適に使えるようになるにはね1年ぐらいかかるんだけど、でここにはちょっと植栽を植えて、こうかな、段ボールだけど、まあなんとかなるし。ね、やっぱ多湿性なんで、植物を水槽に植えると、湿度がね、結構高くなるんですよ。で、植物って、やっぱり環境の指標になります。なんで、熱帯性の観葉植物を植えて、それがうまく育たないんであれば、その環境は、その動物、まあ、入れる種類にもよるんだけど、動物にとってもそんなにいい環境じゃないっていうね、目安にもなるんで、俺はね、結構、なるべく入れる場合は植物も入れて、それがちゃんと育たない場合は、何かね、環境改善をする必要があるというね、指標の一つにしてるんでね、植物もちゃんと植えていきます。はい、じゃあ削るところはおもんないんで、削ったところに飛びましょう。はい、そして今回も有丸動物園大好きな地下室をね作ることにしました。またここをジグゾーでビーピーピーピーって切ってパカみたいな感じにしようかなと思います。いやレオパもね地下室だいぶ使ってくれてるし、ブラジリアンレインボーボアも結構掘って土の中に潜ったりとかするんで、あの絶対使ってくれるかなと思って、これにもちょっとね設置をしてみようと思います。めっちゃ下手だけど、めっちゃ歪んじゃった、ここマジクソうざだけど、まあ一応開けれたけどね。一応これで地下も見れるようになったけど、ちょっと適当にやりすぎてめっちゃウォンキーになっちゃった。ワンピース、あらら、かわいいじゃん。この水槽もいいよね。かわいい。ちなみに削り終わりました。こんな感じになります。これにモルタルとヤシ柄を塗っていきます。まあ一袋3分の1ぐらい、まあ、結構かかったけど、時間は数時間かけてやったんで、これからモルタルを塗っていきます。地下室のシェルターこんな感じで、開けたらこの中が見えるって言ってね。今からこれくっつけて、ここに入り口を作ります。でん、これにセメントを塗ればもう石になります。これ、はい、ここにね隠れ入り口、
secret entrance があるんでござんすよ。いいね。じゃあセメントを薄く塗っていきます。じゃあここに超シャバシャバの超シャバシャバモルタルがあるんで、これで、まあ、下地っていうほどでもないけど、あの薄く塗って、その後にモルタルがそれにすごいくっつくんで、もう超ざっくり全体的に塗っていきます。本当にね、まあ、こんな感じで。はい、じゃあ最初の薄すぎたな。ちょっと最初に塗るやつがだいたい乾燥したので、ほん塗りもうちょっと厚めに塗っていきます。ゴム手袋、これが一番使いやすいです。ゴム手袋でね、結構最初は大胆に塗っちゃいます。ここから一気に重くなるんだよな。途中経過塗っていきます。はい、あらかたこの面は塗り終わりました。あとは縦にしたり横にしたりして足していきます。でここからね、ちょっとこういうところを小切れに整えていきます。雑に塗ったところはね、一旦これで乾かします。こんな感じである程度、まあ、セメント、まあ、石にちょっと見せたい部分はやり終わりました。残りのこの緑の発泡ウレタンが残ってる部分はシリコンを塗って、その上にヤシ柄をまぶして、ちょっとナチュラリスティック自然な見た目に今からやっていきます。シリコンをまあまんべんなくこうつけていきます。でもう指で全部覆います。はい、こんな感じで全体的にシリコンを塗ったところに、こう床材なんだけど、これヤシ柄ね、これをくっつけていきます。こうやってもうね、まあこうまぶして、これをもう普通にこうギュッて押しつけていく感じ。ギューって真下に。そしたらシリコンがね、乾いた時にはこれがもう 壁になるっていうか、こういう感じ。いいでしょこれ。これを全部にやっていく感じかな。こんな感じの見た目になる。はい、ほぼ壁側をこうシリコン塗ってヤシ柄をまぶしました。シリコンが、ただ一部シリコンがまさかの足りんくなって、ちょっとできてないんで、また買いに行かないといけないんですが、ちょっと今からこの義眼、セメントのところをちょっと色をつけていきます。で、ここで大活躍するのが、この餌のゴキブリとかコオロギを入れるカップ。これにね、塗料を入れていきます。まあいろんな色をちょっと混ぜながら、結構黒っぽい下地をね塗っていきます。まずはちょっと黒に、まあ、ちょっとずつ混ぜて気に入った色になるまでなんか適当に混ぜていきます。色でしょ。とりあえずこれを着色します。まずセメントを濡らしますね。一層目、ちょっと黒めの色を塗り終わりました。ムラはあるけど、下地完成です。こっから、ブラジリアンレインボーボア。ブラニジは、ブラジルレインボーボアは、かなり多湿な環境、ジャングルの、ま、地表に住んでるんで、ちょっとね、
苔っぽい、苔が生えたっぽい感じの色にして、その環境に、見た目だけだけど似せようと思います。じゃあそれをやっていこうかな。ちょっと先の粗いブラシでちょん、あーだいぶあれだな、ちょっと濃いすぎた。こんな感じで全身やっていきます。ちょっと苔風に色を塗ってみました。緑をね、何色かこうブレンドして塗ってみましたよ。いい感じな気がする。なんで前のやつとはね、また彼岸の色とか全然違うんで、さらにこう見た目も多湿っぽくなるはず。ここに植物植える場所とかもあるんで、本物のね植物も植えたらさらにかっこよくなるんではないでしょうか。ふぅ、既存の場所に移動させました。やばいよこれは。これめっちゃすげえ。はい、木も入れて地下室。ナイスマン。いやこれすごいな。じゃあ今から床材を置いて植物を植えていきます。もう楽しみで仕方ありません。はい、じゃあ今回はねバイオアクティブ仕様になってますんで、床には軽石をまず敷いていきます。軽石、これで植物を、まあ、植えてもこう通気性がね、水はけがこう良くなるんで、下にこれは敷いていきます。はいよ、ある程度軽石巻きました。次、床材との間に鉢底ネット、これを敷いていきます。カットはもう適当やな。これも全部カバーしていきます。はい、重要ネットをね、横にできる限り敷いていきましたよ。ここから床材を敷いていきます。で、今回は植物も植えるんで、まあ、植えんところはヤシ殻、植物あたりはちょっと植物用の土も植えて、まあ、植物がちゃんと育つような環境に、設定をしていきます。選んできた植物、ブラジルレインボーボアを植える南米のモンステラとかね、フィロデンドロンとかね、ちょっと南米系の、まだこんな感じだけど、植物を植えていきます。ふう、植物を植えましたよ。こんな感じになりました。なんか入れてあげてえな。苔、そうね、まあかっこいいよね。でここからね、床材の上にちょっと落ち葉を巻きます。完全に落ち葉を入れるところは取り忘れましたが、意外とね、落ち葉って自然なレイアウトになる、なってね、かっこいいんだよね。こんな感じです。最高やん。はい。じゃあ、上にはね、この耐熱性があるバーベキューネットを敷いて、タッカーちゃんで打ち付けていきましょう。着きました。バーベキューネット。ボイン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 。ボインボインボイン。よし。あとは、アクリル板。ここに貼って、スライド式のアクリル板、水入れ、ここに置くやつ。そしたらもう、完成です。いや、かっこいいわ。はい、完成しました。完成しましたよ、サジちゃん。水槽が完成しました。じゃあね、いよいよこれ剥がしていきます。皆さん、いきますよ、お披露目です。ピロピロ。おほほー。こっちも。ちゃんと取れないっていうね。できました。これやばい。どう？これ。開けます。はいよ。じゃあちょっとこれは私が。じゃあしますね。はい。前から見るとこんな感じ。水入れ。もうね、説明がちょっと
やばいことが多すぎて、よく見るとこんな感じ。説明ができんぐらい。ここね、中、ここの上上がるとここにはね、シェルターがあります。くるれるようになってんだよね。この中は全部中に入れるようになっており、ここの奥とかにも通路があり、なんと横から見ると、こっち側もガラスになってます。やばっ、これ。こういう感じ。すごい天才です。はい。そして、地下室。地下室。なんとね、ここに居るときはこうアクセスできるようになっているんですよ。こんな感じで、あそこにね、通路、入り口があります。これね、上から見ると、この流木をどかして、ここ、行くよ。はぁ開きまーす最高。開くんだよ。こんなものを作ってしまった。こっち側。まあ、こっち側そんな、なんもしてないけど、奥にも、その流木の裏とかには全部、まあ、隠れれるようになっております。本物の。まあ、この辺とかね、モンステラとか、ヒロデンドロンたちとかね、あの、南米の植物を植えているんですね。はい。じゃあ、いよいよ、ルナちゃん。ブラジルレインボーボアのルナちゃんを入れていきます。こんな、クソしょぼいケージに、結構長い間、飼ってました。ルナちゃん。今、どこにいるのかというと、はい、多分ね、この中、いるかな？いた。おるおる。ルナピン。はい、うんこもしてますね。はい、こんな狭いところに入っています。かわいい。じゃあちょっと出して、いよいよ新しい住みかにね、入ってもらいましょう。はい、おいで。よいしょ。よっしゃ。きれい。じゃあ、入れていきますか。じゃあ、いよいよね、これが一番楽しいところ。生態を自然環境に。まあ、野生に返すじゃないけど、自然環境を完全再現したケージの中にね、入ってもらうところがもう一番感動します。こうね、はい、じゃあいくよ。はい、どうぞ。おー、出ています。野生に帰ってきました。元気でね。もう見ることはないかもしんない。はい、どう、このもう完全に野生に帰りましたよ。もう見つからんかもね。もうこう見たらどこにおるかわからんもん。ここもね、奥まで行きましたとさ。はい、今ね、ルナちゃんがもう野生に旅立っていきました。もう多分餌やりの時以外は、しばらくはね、見ることはないかもしれませんが、まあそこはね、別にいいんだよ。これだけ選択肢があれば、さぞ楽しくこの中で暮らしてくれることかと。思います。もうちょっと大きくなるまではなかなか見る機会はないかもしれませんが、この中でね、ルナちゃんを楽しく過ごしてもらいたいなと思います。まあ、この後も、この部屋のもう水槽全部こういう仕様にちょっと作り変えるぐらい最近は気合入ってるんで、またね、DIY、自然環境完全再現動画をね、今後も作っていきますので、この辺がね、見たいと思う方はぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークとか、コメント、全部ね、よろしくお願いします。ということで、この動画終わりです。I'll see you in the next video! どうですか？この水槽。レインちゃん。どうですか？この水槽。どう？めっちゃすごくない？入れんけど。これすごいね。はい、早速探検に来ております。入れてあげたらビビるかな。ルナちゃん。ビビんなくていいよ。まあ、移動したばっかりだけどね。すごいね。落ち葉にめっちゃカモフラージュする。あ、潜ってた。かわいい。こんにちは。探検しております。今木の人
これがお気に入りのようですね。うわ、もうアマゾンやん、完全に。